ジエリチャンネル。こんにちは、カジエリです。ガンダマです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は久しぶりのコラボでございます。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。本当に私もうカジエリさんにずっとコラボをね、したいっていうの。いやいや、もう同じぐらいのタイミングでなんかコラボしたいってお互いに言い合った気がします。そうですね。でもそれも去年ですよね。ですね。ですよね。うんうん、で連絡取ってコラボちょっと実現したいなっていうことで、うん、やっとやっと、もうお腹が大きい大変な時期なのにもかかわらず、もうありがとうございます。こちらこそです。もう実物がちっちゃい。そうなんですよ。ちっちゃいの。そうなんですよ。私153センチしかなくって。うん、結構やっぱこっから上しか映ってないから、はい、想像で ね身長が高く思われがちで、はい、会ったらみんな、はい、ちっちゃい。なんか全てがコンパクト。すごいちっちゃいですね。そうなんですよ、小柄系な。羨ましいところでございますけれども。1個違いぐらいですよね。2個ですね。あ、2個違います。多分。あ、うん、そうなんですね。92年生まれです。90年です。あ、そうなんですね。先輩だ。いや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 、しっかりしていらっしゃる。いやいやいや、全然。じゃあ早速メイクなんですけど、はいはい、今日は、まあ、神田間さんに似合うメイクを私が提案したくて、似合わせ企画でちょっとやっていこうと思ってて、神田様、神田様です。どうも神田様です。もう神様じゃないですか。今日は、はい、神田様で神々しいものが出てきたんですけど、大丈夫ですか？そうですね。うん、全然全然。神田間さんといえば、うん、モノトーンのコーデ。あ、ありがとうございます。で、今日も黒のコーディネートで着てくださってるんですけど、はい、普段から自分でメイクもできるように、ちょっと黒に似合うような色っぽヘルシーメイクができたらなと思っておりまして。おりまして。嬉しい。でも嬉しい。はい。私本当に一年中下手したら同じメイクをずっとしてるタイプなんですよ。そうなんですね。もうずっと冒険ここしないんで、うんうんうん、服もそんなもう好きなものをずっともう集合で着たいような感じなんで、うんうんうん、ここ変えれたら超嬉しいです。あ、そうなんですね。ま、洋服と一緒になんか変えれるといいですよね、メイクも、うん、リップしか変えてなかった。あ、え、目元とかも変えずですか？なんかそんな変えてないですね。なんか水っぽいものから粉っぽいもの、うん、なんて言えばいいんだ、ツヤトマトみたいな差はあるけど、はい、そんな。なるほど。じゃあ今日はちょっと一味違った神田間さんを、ぜひ、はい、ぜひ神田間を神田様にしてくださいそうですね、神田様にさせていただきますぜひ、本当お願いいたしますはい、それではメイクスタートしたいと思いますそれではちょっと私ここにいるんですけども神田間さんだけちょっと映るような形でメイクをやっていきたいと思います。じゃあまずですね、はい、ベースなんですけど、うん、極度の乾燥肌って聞いてるので、乾燥しにくいちょっと潤いタイプのタイムシークレットのミネラルプライマーベースクリアと、あとナーズのティンティッドグローブースターっていう、はい、こちらを使います。これゴールドピグメントが入ってて、何ですかそれは。光に当たるとゴールドっぽいツヤがあって、なんか健康的に見えるので、これちょっと混ぜたいと思います、はい、これだけ使うと結構ギラギラになっちゃうんで、ちょっと混ぜるぐらいがいいなと思ってます。じゃん、こんな感じで混ぜます、はい、そしたらちょんちょんと置いて軽く伸ばしていきます。と、分かりやすいようにこっちだけまずやっていきますね。はい、なんでメイクやろうと思ったんですか？でも私中学生ぐらいの時からコンプレックスがあって、可愛くなりたいから始まって、うん、買われたでハマりましたねすごいわ。やっぱ最初は可愛くなりたいとか、そういう向上心から、そっから、まあ、元々ファッションとかそういうメイクとかが興味あったんで、身だしなみ系が、うんうんうん、優しい、タッチが優しいよく言われるんですよね、うん、でもすごい優しい。え、他のメイクさんとかもこんな感じじゃないですか？いや、なんだろう、指かな、指のあれですかね、指圧というか、 あと、うんうんうん、多分肉感、肉感だと思う。すごい気持ちいい、触られてて本当によく、ね、うん、眠られるんですよ、お姉さん、うん、みんな寝ちゃうんですよね。すごい、これ視聴者さんみんなのお顔触ってあげてほしいから
よく言われます、本当、うん、ツヤンツヤンに仕上げましたので軽くスポンジでなじませます。はい。ファンデーションあんまりしないっておっしゃってたんですけど、はい、実際でも本当にファンデーションそんないらないなって私も思いましてですね。マジっすか。うん、なんかもういるとしたら、うん、この口角周りとこの三角ゾーン、うん、これぐらいでいい気がする。ナーズのクッションファンデを使っていきたいと思います。もうほんと必要なところだけ、色ムラが気になるところにだけトントントンってのせていくようにします。コンシーラーとかもほとんどしないですか？一時してたんですけど、うん、最近してなくて、うんうん、いやしなくてもいいぐらい美しい肌だ。照れて多分チークいらずになってきますから大丈夫ですか？ほてってくる、ほてってくる。ほんと口角周りだけがちょっと暗いかなって感じなんで、ここだけ明るくすればもう本当にいいと思いますね。わ、綺麗。すごい綺麗。綺麗。もともとのポテンシャルもすごいんですけど。全然全然。昨日はでもお酒控えました。うん、控えた。すごいもう卵肌ですよ、めちゃくちゃ。すごい。いや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 、もう。さっきのツヤが混ざってるから、これが、あ、このブースターがいい味出してます。はい、これ半玉さん系の洋服とかが好きな方は特になんかこういうゴールドピグメントが入ってるブースター使うとより洋服も映えるし、うん、顔が綺麗に見えるのでおすすめですね。で、ナーズのセッティングパウダー使います、うん、これはもう顔をただサラサラにするだけって感じで、もう他はなんかツヤをずっと活かしてくれるんで、うーん、ツヤツヤなのに触るとサラサラみたいな。で、マスクにもつきづらくなるからコロナ禍にはすごい最適だと思いますね。この辺とかベタベタすると嫌じゃないですか。はい、めっちゃ嫌だ。そう、でもこれしとったら全然サラサラが続くからおすすめですね。この今のツヤツヤの卵感は残したいからこれを使います。うんうんうん。そしたら次、うん、もう眉毛いっちゃいますね。はい、眉毛はケイトのデザイニングアイブロウですね。そうです。EX5 番です。はい。で、真ん中の色取って眉毛描いていきます。まあ、いつも平行眉な気がするので。そうですね、基本そうですよね、うん、角度はな、でもなあんま出したくないんで丸く長くしていきます。はい。角度出したくないのは色っぽさ。そうですね、ちょっと強くなっちゃうんで、うん、あの柔らかくするために角度は出さず、うんうんうん、ちょっと丸を意識して、でも色っぽさは長さで出していきたいと思います。おお、なるほど。普段のメイクの動画見させてもらった時は、うん、結構眉毛濃い色、はい、濃い色気がするんですけど、今これぐらいの色って濃い方ですか？ご自身でメイクされる時と。うん、濃い方ですか？いや、同じくらい。同じくらい。はい。ああ、よかったです。普段と違います。全然違う、もうこれでビフォーアフ撮れます。本当ですか？うん、早っ。すごい。そしたらアイシャドウは、うん、普段結構スモーキーな色を使われてるので、はい、神田さんが使いそうじゃないブランド使わなそうな、うん、そうそうそう、うん、使わなそうなブランド、コフレドールのヌーディーインプレッションアイズの1番。お、結構光が当たっちゃってる。はい、こんな感じのコーラルブラウンを使っていきます。コーラル。今日は明るめの色を使っていきたくて、こちらのブラウンから使っていきます。全体に入れていくんですけど、まあ、アイホールに入れて丸く入れていきます、うん、これツヤがすごい綺麗で、うんうん、濡れまぶたっぽい印象になります。クリームっぽい感じではないんですけど、うん、パールだけどなんか濡れ感のある仕上がりになります、うんうん、で次にオレンジのカラー、あ、コーラルですね、うん、次にコーラルを入れます、うんうん、目尻の方にのせていきます。目尻なんだ。はい、色っぽフェイスにしていくのでちょっと目尻寄りに入れていきたくって、ちょっと目を横に大きくしていくようにしていきます、うんうんうん、目開けて見てください。はい、こんな感じで目尻に入れまして、で、ダークブラウンでグラデーションしていきます。うん、結構このダークブラウンニュアンシーな感じでつくんでめっちゃナチュラルなんですよ。あ、ほんとだ。そんな、なんか色的には濃いんですけど、うん、つけると、皮膚につけるとそんな濃くない、うん、で、こういう色っぽメイクするときは、はい、この際、目の際とかは、うん、あんまりその濃くしたくなくって、うん、多分スモーキーメイクで慣れてる方は、はい、めっちゃ薄く感じちゃうかもしれないんですけど、はい、目元のその際を暗くしちゃうと、うん、抜け感がなくなっちゃうんで、
こういう締め色は薄くつくぐらいで影を重ねていく感じにすると色っぽさっていうか奥ゆかしさみたいなのが出て良いです。なるほど。で今は明るいこのベースカラーですね、うん、ベースカラーを入れていってます。まあ、なんか全体的に混ぜて、うんうんうん、目頭の方に入れてちょっと目元明るくしてます。じゃあビューラーしますね。はい、やってくれる感じですか？あ、はい、いつも私やるんですけど、視線膝あたりにお願いします。はい、まつげ長、綺麗に生えてますね、本当に扇状に。これぐらいでいいかな。あ、綺麗に上がった。そしたらアイラインを引いていくんですけど、アイラインはちょっとテラコッタとかキャメルっぽい色を使っていきたくて、キャンメイクのクリーミータッチライナーの5番、こういう色味です。はい、こういう色味です。アイラインが引かないですね。引かないですか？うん、最近も。あ、見てみましょう。お願いします。目開けててください。はい、目地ちょっとだけ伸ばすぐらいで、で目閉じてください。キャメルっぽい色を使うことで黒の洋服とかにも似合うので。ほうほうほう。あ、目開けてください。もうちょっとこっち見れます？あ、はい、ありがとうございます。はい、 OK です。じゃあここからちょっと魔法かけていきます。あら、さっきの締め色でぼかします。アイラインをね。そうですそうですそうです。なるほど。アイラインをぼかします。この工程結構みんな忘れがちなんですけど、はあ、これ結構魔法なんですよね。キュッて目が引き締まるし、アイラインとアイシャドウが分離してることによって、はい、ちょっとメイクが下手っぽく見えちゃうので、はあ、これぼかすだけでだいぶメイクが上級者っぽく見えます。繊細ですよね。繊細、やる感じが細かいですけどね。この細かさをちゃんとやれるからズボラとは思えないよく言われるんですけどね、うん、はい、そしたらすごいな。次にですね、リップに行きたくてですね、はい、あ、違う違う、マスカラだ、ごめんなさい、はい、マスカラいきます。マスカラもブラウン使います。キャンメイクです。いい、さっきからずっともう手の届きやすい、はい、そうですね、アイテムで。普段私ね、やらないメイクだけど自分でもちゃんと買って挑戦しやすい。で、下まつげはちょっと多めに、下まつげでちょっと目を縦に大きくするようなイメージで塗っていきます。で次にですね、リップ、あのポイントになるのでこのリップから塗っていきたいと思います。あれ、色がリメルのラスティングフィニッシュクリーミーリップの18番です。黒の洋服に似合うように赤リップとか考えがちな人も多いと思うんですけど、赤だと結構強くなりすぎちゃうので、うん、ちょっと抜け感のあるテラコッタでもマットとかじゃなくってちょっとツヤのあるタイプのものを使っていきたいと思います。はい、でこれちょっと消毒してるのでこのまま塗っていきます。はい、ポン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 って縦じわに沿って塗っていきます。ちょっと色濃くしたいところは足していきます。これも横にするんじゃなくって、うん、こう縦じわに沿って入れていきます。でふっくらちょっと見せていきたいので、うん、上唇のところをちょっとオーバーに塗ります。 OK です。かわいい、すごい。そしたらちょっとツヤを出したいのでナーズのサンラッシュっていうグロス、このグロス超かわいいんですよ。キラキラのグロスなんですけど、かわいい、透明のベージュ、クリアベージュみたいな感じですね。これすごく色っぽさ出るんで普段つけなさそうですよね。全く。やっぱ唇にツヤがあった方が色っぽさは出るので中央の部分にこうやって塗っていきます。なるほど、かわいい。あらそしたら、チークに行きたくってヘルシー系のベージュを使って、うん、これもうっすらなんですけど、もともとお肌ちょっとこうピンクっぽさがあるので、はい、ちょっとそれを活かしながら薄く入れていきます。はい、あんま内側に入れるとキュートすぎちゃうんで少し外側を意識して入れていきます。でも頬骨の高い位置に入れていく。でここ私流なんですけど、はい、MIMC のミネラルスティックチークの02番ネイティブっていうカラーでブラウンのスティックチークなんですよ。これを目の下あたりですかねにちょんちょんって軽くそのパウダーチークの上に少し重ねるんですよ。ジューシー感が出て色っぽさが増して、ブラウンだからそんななんかくどくないんですよね。
で顔の余白が綺麗に埋まるんで最高最高最高あらすごいね、ほてった感じが出てめちゃくちゃ可愛いです。隙がある、すごい。で最後にあのシェーディングハイライトやっていきます、はい、これあれじゃないですか、かじえりさんの。そうなんですよ、私がコラボしてる作ったブランドのものなんですけど、これはシェーディングとあとノーズシャドウにすごい最適なので、これを使っていきます。気になってるとこ、なんかあの動画を見る限りあのこういう風に入れて、あとほっぺたのこの下も入れてるっていう感じだったんですけど、私的に見る感じだとなんかこのほっぺの下に入れるとちょっとこけて見えそうな気がするので、私はちょっとここだけに入れてみます。色っぽだから今日は。そうですね、色っぽなんで丸さをちょっと重視していきたくて、ふっくらさせていきたいと思います。でシェーディング、ノーズシャドウの部分は薄い色を使っていくんですけど、いつも私だったらここに入れるんですけど、なんか強くなるっていうか、もうちょっとでいい気がするな。これぐらいもう本当に薄くでいいかなって思います。その理由は、その理由は丸さとか柔らかさを出していきたいので、こう眉毛のところを深くすると さっきあの離れ目とか離れ眉のところを意識したところがまたキュッと寄っちゃうんですね。だからあんまり寄せたくないって感じで、離れ目さんのいいところを生かしてあげたいって感じですね。ただ鼻先は高く見えるように、ノーズシャドウは本当色ついてるかついてないか分かんないぐらいでちょうどいいです。でハイライト入れていきます。鼻先シュン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 ブラシは基本的にもうお尻の方を持ってあげて、うん、そうなんか押し付け一切で当たってるみたいな、ソフトタッチよりもソフト、うん、あーですね、うん、超ソフトかもしれないです、うん、アンドウルフのシマーヌードイルミネーターにします。こちらは艶出しとして、目尻から口角のこのライン、うん、ちょっとニコッと笑ってもらっていいですか。ありがとうございます。ツヤのラインが出るんですよ。ここのツヤのラインを意識してこういう風に斜めにツヤをポン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 って足していきます。そうすると横向いた時にすごい綺麗なんですよ。色っぽメイクの時とかあざとい感じのメイクする時はこういう縦のラインを意識すると横向いた時にすごい色っぽく見えるんで、ぜひ。大事、大事ですよね。だって気になる人とか好きな人とかね、うん、正面より横にいるから。そう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 、すごい、かわいい、やばチュルン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 、はい、え、完成ですか。はい、完成でございます。早っ眉毛の色だけちょっと調整していいですか、うん、はい、眉毛の色私最後に調整するんですよ。全部あのトータルであの眉毛がやっぱ一番印象って変わるんで、目元とか口元のバランス見て、あ、色もうちょっとここで変えた方がいいなと思ったら最後に残しておくんですよね、はい、なのですごい、そのジレスチュアートのムースブローマスカラの9番ですね。ちょっとテラコッタっぽい感じの色なんですけど、はい、これで色なじませていきます。ジルデビュー NOW。 あ、ジル初めてですか。うん、学生の時にみんなパッケージが可愛いって言って買ってた中、はい、買ってなくて、はい、まあでもぽくないですもんね、あんまり、なんか、まあ、趣味とは違うけど、うん、31歳にしてデビュー NOW。 はい、 OK です。すごーい、かわいい、全然違う美しい、ポイントになってるし、はい、眉毛が柔らかい、うん、丸いもう主張しすぎてないし、あ、そうですね、はあ、ちょっと髪の毛全体的にやって仕上げたいと思います。お願いします。はい、はい、それでは終わりました。いかがでしたでしょうか。すなんか出た すごいモテそうじゃないですか。めっちゃモテそうです。なんか私最初オープニング始まった時に、うん、普段のメイクで来られたじゃないですか。その時カメラでこうモニター映して、その時に夏田さんにすごい似てるなと思って。嬉しい。最後仕上がり見たら、あの近藤千尋さん、わかります。わかります。チピちゃん、チピちゃん、はい、なんかチピちゃんみたいな要素もあって、あら、なんか
可愛らしさと大人っぽさ、色っぽさみたいなのがなんかより引き出せたんじゃないかなと思ってます。引き出されまくりましたね今日は落としたくない。本当にこのままちょっとなんか誰かと会いたいもんいっぱい。いや本当、もともとお肌綺麗なんですけど、それだからこそなんかあんまり重ね塗りしたくなくって、もうお肌とかは基本ベース、あのピグメント入ってるベースと軽くクッションファンで重ねたぐらいなので、ほぼ素肌に近い状態ですね。いやめっちゃお似合いになってます。なんか女性らしさと上品さがぐっと上がった感じがして、そう、しかもチャームポイントを生かしてくれたから自分の顔だってちゃんと認識できるしなんか変わりすぎてもなんかそわそわするじゃないですか。わかります、わかります。そう、これなんか嬉しい、なんか自分の良さを引き出してくれたっていうのをすごい感じる。あ、嬉しい、ありがとうございますなんか神田さんらしく色っぽさが出せて私も満足です。いやもうほんとこれでとりあえず大阪帰りたいそうですね、このままとりあえず、はい、旦那さんに見ていただいてとりあえずドヤっつって行きたいですわ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に神田さんの方の動画でも私がちょっと出演させていただいてて、あのでこれから撮るんですけどめっちゃハードル上がったからちょっと企画ちょっと変えようかなくらいに思ってるんですけど全然ハードル上がってないですよ。本当ですか、はい、ご出演してくださるということなので。そうなんですよ、今妊婦でもうお腹が今大きい状態なんですけど、それに合うような感じでコーディネートしていただくので、ぜひご覧ください。ご覧ください。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。